かってくる今日。はい、一応録画スタートいたしました。録画ちくわ。トンボ。トンボ。トンボです。うん、こっち見て。こっちだよ。こんばんは。なんかハウリングしてる？うん。なんかハウリングしてますね。トンボさんのあれ切ってって音。あ、切れた。切れた。あらさ、先ほどはどうも。もこすもも様のお母様、先ほどはどうもです。検討してくれることになりましたよ。バックが切れた。はい、ハウリング切れたと思います。どうです、ハウリング止まりました？ OK かな。 OK ですか。いや、いなくなっちゃった。はい、皆様よろしい、あ、よかったです。はい、私のありがとうございます。問題でございました。本当、どの子ね、まだわかんない。男の子のどっちかだって。止まりました、ありがとうございます。はい、はい、では始めましょうか。はい、では、はい、何日だっけ。あ、4月の23日火曜日、はい、犬心インスタライブ始めさせていただきます。イエーイ。パフパフパフっていうのが今日ないので、はい、あ、ごめんね。はい、はい、はい、始めさせていただきます。今日ちょっと最後バタバタしましたが、今日ちょっとね、あの、いろいろありまして、ハプニング等々いろいろありまして、ちょっとごとんぼ私たち、はい、あの、はい、ちょっといろいろいろあったのでバタバタしてすみません。なんかバタバタのスタートにさせていただいてる感じですけれども、本日の、お話をさせていただく内容としましては、ちょっとイベントがいくつかございますので、はい、そのご案内と、はい、今あの犬心で、いや、まだ1回しか上げてないんですけど、今推しの、アイテムもしくは子犬ちゃんたちのご紹介をしようと思ってまして、今回はインスタライブ上で、今推しのアイテムをご紹介させていただこうかなと思いますので、ひとまずその日本柱といいますかでやらせていただきたいと思います。最初にせっかくここにいるので、僕トンボです。はい、なんだっけね、ご存知の方もいると思うんですけれども、ちょっと具合が若干優れず、今療養中で回復傾向に向かっていて、もうまるで看板犬のような状況になっております。お店の、何月生まれだから、7ヶ月ぐらいですか、はい、トンボくんというトイプードルシルバー、男の子です。いい子です。こういう時ははい、はい、写真慣れしてます。はい、はい、で、私さっきバッグが綺麗と入れてくださった方、実はここがフォトスポット、フォトブース、犬心で、このなんか階段の下ら辺ですね、こちら側に、ペットガーデンという、屋上に行く通路というか階段がございまして、その手前、もともと猫ちゃんのケージがあった位置です。こちらに、すごく簡易になりますけれども、フォトブースを作らせていただきました。ボリコさん、うん、でこの子のように、一応ね、こう ライトもちょっと
曲がってますけど、ライトもご用意してますので、あのライト当ててワンちゃんを置いて、猫ちゃんでも、あのフェレットちゃんでもいいですよ。はい、あのともくん今日は初めての参戦というか参加とさせていただいてますが、ここにこうワンちゃんを置いていただいて、ゴンちゃんと同じような感じであの撮影をしていただけたらなと思ってフォトブースご用意しました。で、もし皆さんこちらでフォトブースであのご利用いただいた時にはですね、あのハッシュタグ犬心フォト、ハッシュタグ犬心というあの言葉を入れてぜひ投稿していただけたらなと思います。これですね、こんな感じで、はい、はい、こんな感じにお写真ぜひそのハッシュタグで探していただくと、もうあの今日までに何件かあの皆さん写真を投稿してくださっている方が多くいらっしゃいますので、であの写真が集まりましたら階段のところにあの写真展を、ちっちゃい写真になっちゃうんですけれども、あの掲載してあの皆さんに写真展で飾らせていただきたいなと思っておりますので、皆様の投稿をお待ち申し上げております。で、あの残念なことにこのスペースなんで大型犬ちゃんは入るコマネみたいになってしまいます。はいはいはい、はい、大丈夫だったらぜひ乗せてみてください。あの体重は大丈夫です、ここに入るかどうかの話でお願いできればと思います。この前猫ちゃんの撮影もしてる方がいらっしゃいました。まだフェレットちゃんとかがいらっしゃらないので、よかったらフェレットちゃんとかミーアさんとか写真撮れる方ぜひご参加いただけて、その先ほどのハッシュタグでぜひご投稿いただけたらすごくありがたいです。あ、でちなみに5月の12日までこの背景できます。え、君じゃないよ、5月の13から背景を変えますので、もしよろしかったら背景があのこの今のこの柄で、これ、ね、実はタンポポ畑なんですよね。タンポポと何なんだろう、山桜みたいな感じなんですよね、きっと山桃みたいなのくっついてるし、なのでよかったらぜひこれで撮影を楽しんでいただけたらなと思いますので、あの今トモくんがツンツクやってますそこにおもちゃなんかもおよやめてください、ご用意をしておりますので、あの使っていただいてぜひ投稿してください、お願いします。はい、お願いします。で続きまして、早速明日、明日です。もともとすいません、あのデンタルのご予約いただいてた方は本当申し訳ございません。あのちょっとデンタルは急遽先生の体調不良によりあのちょっとなくなってしまったんですが、その同じ日にかぶっていた麦工房トトさん、なんのこっちゃと、グラノーラです、人用ので、ワンちゃん用のグラノーラはとあのお店にもう販売を始めておりますので、いつでもご利用いただけるんですけれども、人用のそのグラノーラはむしろその出店の日にしかご案内ができませんので、ぜひ明日お昼ぐらいからかな、大雨だった場合はあの店内で販売していただく予定になっておりますので、でペット用はあのお店に販売がありますので、ぜひ、で人用はそれこそ明日がチャンスなので、皆さんぜひぜひお願いします。いやすごく美味しくてリピーター率がすごいので、なくなっちゃったらごめんなさいっていう感じになります。はい、はい、なので皆様お忘れのないようにお願いしますね、早めにいらしてください。いいかもでない、あ、はい、はい、はい、ぜひです。で、それを言うと、もうちょっとご予約がいっぱいなんだなんですけど、今週の日曜日、いつも撮影、いつも買えない、あ、ごめんなさい、そうそうそう、あ、いつも買えない、いや、その地域と曜日が違う日に来てくれますよ、はい、ぜひ、あ、で、日曜日、撮影会があります、黒バックの。こちら、もうちょっともうご予約がいっぱいなんで、ご案内はよっぽどキャンセルが出ない限りなんですけれども、日曜日の日はちょっとお店バタバタしちゃうかもしれませんが、そちらももう最終日になっちゃうので、そっちが前日27日の土曜日の日に
じゃあ、27日の土曜日の日に、はい、あ、ありがとうございます。ぜひ来てくださいね、明日。あ、で、撮影会は27日の土曜日は、ララポート。28日の日曜日が、あの、東川口の犬心での撮影会になります。で、ララポートは、ごめんなさい、ちょっとは空きがあるかもしれません。ので、よろしければ、ぜひご連絡いただいた方が良いかもしれないです。うん、ちょっと日にち的に若干余裕があるとは聞いてたような感じですので、お願いします。はい。プロバック取れるチャンスなかなかないですからね。ちょっといつもと違う撮影シーンになりますので、1枚あったらすごくいいと思いますよ。はい。え？あ、で、次。5月の、もうもうバタバタしててすいません。5月の12日、あ、何の話じゃってなっちゃうから、前に、ララポートの方で防災イベントをやっていたのをご存知ですかね。インスタにね、何回か上がっていて、土佐の時に、紐2本で、首は、フェレトちゃんだったらハーネスを作っちゃおう、わーというイベントです。アニコムさんが無料で、やっていただけてる防災のイベントがあったんですけれども、ついに、東川口の地域でもやっていただけることになりまして、それが5月の12日の日曜日、母の日です。はい。はい、覚えてください。母の日ですよ。はい、で、お時間は、詳細はまた後日、インスタもしくは LINE で掲載させていただくんですけれども、お時間は多分スタートは1時半頃を予定しております。で、全部で3セットくらいですかね、実施はする予定になっておりますが、1セットというか1組というか1時間、1時半から1時間くらいの枠で、10組様ぐらいの限定の、イベントになってしまいますので、で、こちらは、熱帯クラブ本店さん、まあ、熱帯クラブ全般で大丈夫です。フェレットさんとか、多分可能なのはミーアキャットさんと、ワンちゃん、猫ちゃんは参加大丈夫だと思われます。なので、ぜひご参加をというところなんですけれども、こちらは予約制になります。で、以前行っている、ララポートで行っている内容よりはもっとちょっと防災のお話を少ししっかりめにさせていただくのプラスいらないよって言わないんですよね。私 と、隣の熱帯クラブ の、 マネージャーである高橋によるちょっと熱中症対策とかのまた違うお勉強会をセットにさせていただく予定になっておりますので、ちょっと1時間くらいはお時間が必ずかかるのと、ごめんなさい、ちょっとそのいろいろこうプレゼント企画とかも用意してるので有料になります。1000円の費用がかかります、1棟で。なのでぜひご予約をお待ちしております。で、防災の方は無料でやらせていただいて、ちょっとそのアニコムさんの方のお話とはちょっとまた別組に、まあ、同じ時間の枠の中でやるんですけれども、別組でちょっとやらせていただきたいなと思ってますので、で、ちょっといろいろ浮上している場所はどこでやるんじゃっていうお話があると思うんですが、青空です。外です。ペットガーデンです。で、ペットガーデンの 屋上にちょっとこう屋根というかテントみたいにこう張らせていただいて、そちらでやる予定になってるんですけれども、やらせていただくんですけども、雨だったらどうしようかなっていうところを今ちょっと検討はさせていただいている途中でして、まあ、直近で雨になっちゃったら皆さんにちょっとご相談させていただくこともあると思うんですけれども、ひとまず晴れを信じてざっくりですいません、晴れを信じて5月12日の日にやる予定ですので、で、予約は今週の土曜日、4月の27日の土曜日からちょっと開始させていただこうかなと思っておりますので、予約開始になるときには一報ご連絡皆さんにさせていただきますので、そちらも合わせて、あ、で、ちなみにこんなのをアニコムさんは用意してくださって、
結構な厚みのパンフレットでめっちゃ見るとあのすごくいろんなあの地震の時の現状とかこういう風に大変なことになるんだよっていうのがみっちり書かれた資料をご用意いただいておりますので皆様ぜひあのご参加いただいて改めて自分の地域で防災を考えた時にいややべえ実はこんなこと分かってなかったんだみたいなのが本当に出ますのであの一度お勉強していただけると良いかなと思いますこの機会になのでぜひ皆様よろしくお願いします。あ日曜日ですよね、ぜひお願いいたします。で防災は大丈夫かな。あちなみにねあのリード2本で、あリードじゃない紐2本で首輪とあのハネス作りますはあの自分家の子大きいからって大思いの方もいらっしゃるとは思うんです。思うんですがその時に作れる紐の太さだとお家の子には合う合わないってもしや出ると思うんですが学んでいただきたいのは編み方なんですよ。編み方を学んでいただきたいのでその編み方を知っておくとすっごくあのいろんなところで役に立ちますよのイベントなのでその場でハーネスが作れてイエーイというよりあの首輪も作れてイエーイというよりあの、まあ、作れることも事実なんですが編み方を知っておいていただけるとすごく勉強になると思いますので本当にちょっと正直なんかね多分動物関係ないですっていう方でも知っておくと便利かなと思いますのでぜひご参加ください。あお世話になりましたありがとうございます。リッキーさんお疲れ様でした。リッキーさん大丈夫疲れてない。リッキーはい話がぶっ飛んじゃった。はいごめんなさい。なのでそんな形で大丈夫ですかね。なのでご予約皆様ちょっと今地震本当に多くなっちゃってるんでね、うん、あんまりこうなんか大丈夫かなみたいな感じのことやってるとそのうちドーンと来た時にどうにもなんなくなっちゃうかなというのもありますの で皆様からねご好評いただけるんだったら、まあ、それこそ何回かやってもいいのかなと思うくらいのイベントだとは思ってますので、ね、ちょっとちょっと真剣にこう向き合う時間として設けていただけたらなと思います。はい、はい、ちなみに1棟1000円そう家族1000円、ね、1棟頭数で数えていただけるといいかなと思います。ワンちゃんは参加しなくてもういいです、ね、ワンちゃん参加しなくてもいやむしろいてもいいです。その場でワンちゃんに合わせて何か作りたいっていうんであればご参加いただいても構わないです。ただなんか作るのに集中したいですっていうんであればワンちゃんいなくても良いです。2等分作りたいよっていうとまあ2000円と思っていただければ良いです。はい、まあ、要は一家族で1棟でって言って大人が1棟に対して4人とかいらっしゃるのは全然1000円で OK なんですけれども、うんはい、等数分をたくさん作るんですとかご参加人数がものすごく多いんですってなっちゃうと2000円になることもある。だから作る子が1人でもいいんですってなっちゃうんだったら1000円で大丈夫ですので、で大人の人数とお子さんとかが一緒でももちろん構わないです。で多分ねお子様でも編めます。編めますっていうか作れます。幼稚園生とかだと難しいけど小学生ぐらいの方からはお作りいただけると思いますので知っておくと良いかなとは思います。にゃんこでも使えますか。にゃんこでも使えます。はい、にゃんこもいけますし、うん、変な話ですよ。変な話ですけどちょっと何あそこになんかワンちゃんが離れてるじゃないみたいな感じの何かそういう緊急事態の時に紐2本みたいな感じですぐ作ってパッて何かすることも可能ですし、なんかすごくこうねワシャワシャしてる時になっちゃうと思うんで災害時ってパニックになっちゃってる時だと思うんでお子さんの手を離したくないわっていう時なんかにお子さんの手首とかにそれをつけてちょっとこう離れないようにしたいですっていうような時にも使えたりしますし、通常の紐よりも編むことで強くなるんで何かをこう止めておきたいっていう時とかにもその編み方一つの太い編み物になっているもので結べばだいぶ強くなるかなというところもありますので、うん、知っておくと相当いいと思いますよ、うん、はい、実はねアクセサリーとかでも実はこの編み方使って作ったりするんです、うん、だからパラコードで首輪とかリード作ったことがある方だったらご存知かもしれません。待ってました。うん、待ってました。ありがとうございます。あんちゃん使えるかな。
ね、あんちゃんが使える太さではないと思うんだけど、編み方を覚えておいて、あんちゃんに合う紐の太さのものを用意しておいて作り直すってことは可能だと思います。その場ですぐって言うとちょっと細いかなとか強度の問題が出ちゃうかなと思うんですけど、とはいえね、とはいえとっさの時に靴紐取ってみたいな、靴の靴紐2本でも編めたりするような内容になるんで、本当知っておくと便利かなとは思いますよ。うん、ぜひちょっとやってみていただけると良いと思います。この機会にね、お願いします。はい、はい、土曜日から一応スタート、うん、予約スタート予定で動いてますので、熱帯クラブさんの兼ね合いもあるので、はい、ちょっと土曜日からのご予約にさせていただければなと思います。うん、1時半の枠と3時の枠と4時半の枠になるかなと予定してます。あ、いいですよ、ぜひ。あの、何回参加されても全然構いません。え、3回、同時3回？3回やるってことはないと思うんですけど、前回ララポートで参加しましたとか、みなとみらいで参加しましたの方が、今回参加されるのは全然構わないです。今回熱中症もある。あ、そうそうそう。で、その、あの、お話がありますっていうのは、あくまで熱中症と、その時にあったら絶対便利だよっていうグッズのご紹介だったり、ちょっとあの、なんて言うんだろう、体験談みたいなお話だったりもさせていただくんで、佐藤高橋のよくわかんない話も、あ、よくわかんないと言っちゃいけない話もね、トークもね、聞いてみたいなという方、ぜひご参加いただけるとありがたいなと思います。あとなんか、まあその時にね、それとは別件でも質問持ってきてもらえればお答えもできると思うんで、あのちょっと防災の話だけに限らずで、熱中症は皆さん多分ね、これからの時期ちょっと相当だし、で熱中症と防災って離れてそうですごく近しいものがあったりとかで、なんか持っててもらいたいグッズの内容も実は似たようなものだったりするんで、ぜひこの機会にちょっと改めて勉強をしようっていう感覚でいていただけると良いと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そして最初に言うの忘れてたよ。何ね、コメント欄に質問があったら入れてねって。全然忘れてた。すっかりもうこんな20分も経過してから言うのもなんですけど、なんかあの最後に Q&A でもしあのクエスチョンがあればあの入れといてください。あの文章と関係なくコメント入れといていただければとはいえあのすごいあの時間が余るという人間ではないのでお答えできる件数は限られてしまうと思いますが、お答えできる限りではお答えをします。で今日お答えできないことであれば後日あの改めてお答えしたり、もしくは LINE をお友達登録しておいていただいている方にはそのままお答えも可能かと思いますので、何かございましたらあの質問欄にください。いいです、あの会話を途中で遮ってもいいから、あの質問を入れといていただけると、質問何々って入れといていただければありがたいです。最後に拾ってお伝えさせていただきたいと思います、はいはい、あ、別にあの今回のことに限らずでいいですよ、うん、はい、ただあの語り始めたら長そうだなって思う内容はちょっと今日は短くなっちゃうとかはあるかもしれませんが、それははい、はい、言ってください。はい、はい、お願いします。ください、お願いします。はい、はい、で、あのイベントはこんな感じです。こんな感じでいいですか？イベント、はい、なので、そこまででも25分ですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、あのまず明日ね、無事工房さん、はい、撮影会、はい、でフォトブースはそのとりあえずこれから先ずっとやってるんですけど、背景が変わるよってことだけ覚えておいていただきたいのと、はい、で防災のイベント5月12日母の日忘れずに、はい、お願いします。やります。はい、はい。っていうところで1個目はよろしいですか、ね、15分でまとめなさいって怒られたので、ね、ちょっともう10分もオーバーしていいんだね、はい、じゃあ、はいはい、もう早速でしょうか、はい、で今押し、はい、今押し、はい、今押し、はい、はい、あの夏目の今押しグッズいきたいと思います、はい、今押しグッズ、あの今押しグッズとは何ぞやっていうところになると思うんですけれども、はい、その先ほどの防災の話にも実はつながるところがあって、登場人物がいなくなってるよ、あのあ、ゴンちゃんに登場してもらおう、はい、ゴンちゃんここにで、皆さんにまあもうね知ってるよっていう人すごく多いと思うんですけど、はい、じゃん、え、これ邪魔、これ邪魔ね、あ、これ邪魔ね、はい、はい、後ろに行ってちょうだいな、あ、これこれこれ、じゃん、
映ってる映ってる映ってる、はい、オッケー映ってる、はい、はい、分かるかな。あ、今押しはトンボって言われちゃった。今押しはトンボ、トンボ、 ありがとう。あ、トンボにも参加してもらうよ。あのそのためにさ、ここにいるんだけど、あのこれ皆さん分かるかな、はい、うちの、うちのって言ったら分かんないね、リップブランドダッコバッグのダッコキャリーですよ。ダッコバッグ、ちょっと防災に絡めてって感じ、はい、なりますよね。なります、はい。というのもうちね、こればっかり売れちゃうんですよ。というか、まあ会話してるとこれになっちゃうんですけど、ダッコキャリーっていろんな種類があるんです、多分世の中に。ただ正直、元祖ダッコキャリーを出したのは、あの自慢じゃないですけど、犬心ですよ。あのリップさんが一生懸命頑張って、あの本当に何年も何年もかけてお客様の声から生まれたキャリーバッグなので、もうこれね、本当に一家に一個、一家に一個、一棟に一個って言えばいい、あのぜひ使っていただきたいと思うんですけれども、実は、ダッコキャリーも種類が2パターンあると思っていただければいいかな。このまあ、詳しく見たことないっていう人もいるのかな。これ大きさ L サイズです。でここに2個のポケットがありまして、この形、こんな感じ、中身ね、わかります。で背中側が、まあ、サイドから見たこのサイドがまずこれと、これ背中側こんな感じ、クロスしてる感じね。そうで、ここがこういうことです。今ボタンが1個取れちゃってるからこうですけど、はいはい、こんな感じ、背中がバッテンになってる感じ、でこれが、そう、あ、そうだよね、これ、うん、元祖ね、元祖で、うん、ごめんなさい、これ黒、今黒をご紹介しちゃったんですけど、ベージュの方が分かりやすいんじゃないかって気な説なんで、これベージュ、うん、こんな感じ、はい、分かります、これこんな感じ、前でね、このダッコキャリー、なんか多分なんかね、あの皆さん複雑に お持ちなのかわからないんですけど、キャリーバッグ多分付け方こういう風に付けていただいて、これ背中バッてこういうこと、わかる、見えるのかな、見えてる、見えてる、大丈夫です、見えてる。で、はい、これ背中のところをここカチャカチャ、はい、カチッと止めてあげる感じ、そうそうそう、ここカチャッと、はい、でここのここにもう一本ベルトがついてるんです、これね。でここを、これ私のウエストじゃない、まあいいやこのウエストで止めていただいて、でここに、あと分かります、ここにこういう吹き込むやつでしょ、そう、空気吹き込むやつじゃない。ここにこの肩のここにつながるこういう、あのこうフックが一応ついていて、救命胴衣みたいな、救命胴衣みたいな、そう、うん、なんか分かりやすく言うとそう、そう、苦しいけどこれまあいいや。でここにワンちゃんが入る。じゃあ分かります、タフトンボ、はい、入ります。タフトンボ、いつか、まあいいや、はい、はい、S サイズですね。これね、今 S にトンボくんを入れてみます。この人3キロのトイプードルくんなので、はい、トンボくん入って、はい、トンボくんここに入ってください。俺入りたくないって言ってると思います。うん、というのはね、この人実はあまり入ったことがなくて、2回目で、前回は今日わたわたしてたっていう、はい、3回目かな、1回目は失敗しました、はいはい、はい、トンボくん座って、ごめんね、座って、はい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 、座って、はい、トンボくん座った、わかりますかね、こんな感じ、あ、むせってなっちゃった。この子が、この子足が長いので、3キロとの家はこう入るとちょっとこう頭結構出ますみたいな大きさ、わかりますかね。でこれごめんなさい、今ね私のサイズに合ってないんで低いんですけど、このあるかな、このラインが多分に人のこの、なんていうのかな、
肋骨の結構上の方にこうなるぐらい高くしてもらうと、こう足が当たらないんですよ。分かってもらえるかな。あのなんとなくここを緩くつけちゃうと、背中の部分ですよ、緩くつけちゃうとこのバッグ自体がすごく低い位置にこうなっちゃうんですよね。あ、はい、いいよ、そこにいて、うん、なんで腹出してきた、あ、そこから顔出した、はい、よくわかんないですけど、こういうあの、うん、この低い状態になっちゃうとワンちゃん自身も落ち着かなくなっちゃったりとかするんですけど、これが高い位置になると歩いた時にここにぶつからない。で、例えばこれをつけたまま走ること少ないと思うんですけど、自転車とかに乗りたいですって、あーそうね、なんか素敵なこと書いてる、デコルテライン、なんかね、そんなおしゃれな言葉は言えないんだけどそう、このなんだろう、ここの何これ、鎖骨よりはちょっと下がってていいです。下がってていいんですけど、この本当にちょっと高めのラインで、自分で足をちょっとこう直角ぐらいに上げた時にそこに足がぶつからないぐらいまでのラインで、この背中側をできればちょっとなんていうんだろう、チョイスしてもらえるといいんじゃないかなという感じはします。うん、割と高めだね。高めです。高めで、抱っこキャリーの最大の特徴は、いや抱っこだからね、抱っこだからなんですけど、そもそも両手が空くということなんですよ。で、両手が空いて、まあその他の荷物を持つことができるっていうことと、おんぶ、うん、なんていうの、リュックと何が違う、結構リュックのタイプを探されてご来店いただく方も多いんですけれども、リュックって実際は相当ワンちゃんにとっては難易度が上がると言いますか、飼い主さんは多分楽なんですよ、背中で背負ってるんで。なんですけど、ワンコからすると飼い主さんの顔も見えてないんで、分かるかな、自分も見えないじゃないですか、この後ろの様子って伺うことができないので、伺えないからこそ、よっぽどキャリーバッグに慣れてる子じゃない限りは、なかなかそのこの落ち着いてるんだか落ち着いてないんだか、動き回ってるかどうかは別として、この何かが分かりにくいってところは出てしまうので、安心感を本人に伝えるって言ったら、やっぱりここで見れる距離っていうのは重要と、飼い主様信号を聞くのはまあ正直どっちでもっていうのはあるんですけど、こっちの場合って人間でもそうですけど、こう抱え込んであげられたりとかができるんで伝えやすくはなる。で、これの最大の特徴としては軽さと洗えることと、ここ結構重要、これです。これって皆さん何のためについてるかご存知かな。あのこれね、こうやってお辞儀をした時とか、なんか物落ちちゃったってこうかがんだ時に、これがあるのとないのとのバッグの差って、ワンコが転げるかどうかの大きな差になるんですよ。なのでここもあんまりゆとりを持って長さ調整してる方は、ワンちゃんがこの前側に重心がかかっていった時にゴロンってワンちゃんが出ちゃうか、不安定になっちゃって安心しきれなくなっちゃうので、ちょっとこっち側にギュッてこう押さえるぐらいに調整しといてあげると入りやすくはなってくると思いますので、で今の S サイズだと、そういうあのトンボくんだったらこの辺に頭が入りますよっていうサイズね。で M サイズだともうちょっともちろん大きさが大きくなるんで深くなるんですよ。これ何サイズ？ M サイズ。これ M サイズ、はい、これ M ですって。こういうお色もあります。ただ物によってごめんなさいね、色でもあるかないかもその、あるかないかも変わるので、
で今あのちょっとあのズルをしまして片側のパッチンだけ止めてある状態でこっち側だけカツって入れれば済むっていうのも一回その高さにセットしてる方は、まあ、別に全然それでも OK ですっていうところがあります。で3キロを超えてきてるワンちゃんで足が長い犬種をもし飼われている方だったら M サイズがおすすめで深さが変わるのよね。トモくんもう一回我慢できるって言ってもあと2回我慢しよう。もう1回だけではない。はい、はい、どうもやだ僕やだそうです。はい僕入ってなるとね座ってお座りできるかな。はい僕座ってお座りできるかな。はいはいはい、いこちゃん。こんな感じ。さっきよりも体の線が下に行ったの分かるかな。入れる。はい肩が入る。うんかさっき結構この辺から出てたと思うんですけど今頭がすっぽりあのこうこのままギュッて押すとこのまま蓋できますのレベルまですっぽり収まっててこっちの方がワンコにとっても体が全身包まれてるので安心感を増してくる感覚あります。何のこっちゃってこの人は思ってると思うんですけど割と使いやすくなってくるんですよね。で蓋が閉まった方が本当はいいんだよね。そうですね、公共の施設とかもそうですし基本的にあのバッグに入ってれば OK ですよって書いてあるあの施設なんかでしたら蓋が閉まらないと NG で蓋がこうポフってこう出るようなタイプのものは NG になってるところが多いのでチャックとかで ある程度のところでこうきちんとなんていうんですかこの高さが調整できますっていうタイプのものがやっぱり好ましくはなる。でこの子のように正直まだ入り慣れてないですっていう方はこれで、ね、お家のお仕事されると違います。お洗濯を干してみる掃除機をかけてみるとかっていう練習で家の中でもちっちゃい子をあやすように練習を始めていただいたりお散歩の時にバッグをつけて普段こう散歩はするけれども帰りは一時入れてあげるとか時々入れてあげるとかっていう練習をしていくと慣れは早くなるのでキャリーバッグの多くが練習が必要なんですよ。それは正直抱っこに限らずです。リップのふっくらでも何でもそうなんですけどもワンちゃん自身がこれが安心空間だよっていうことを理解してもらえるまでは練習をしてあげた方が本人がいざ緊急事態ですってなった時にだけこれが登場するってなっちゃうと怖いイメージにしかならなくなってしまうので可能な限り普段からこういう練習をしてちょっと何かやる作業をする時だよっていうことを覚えてもらえた方がいいかなっていうのがあります。大丈夫かな。なんとなく分かりますイメージとして。あでこれ今ね M サイズ、いや M サイズのバッグに3キロぐらいの子が入ってますの、はい、構図です。じゃあ次 L サイズでいきましょうか。 L、ね、つけてみるね。どんな感じになるのかね、はい、結構皆さんご存知がない方が多いようでして。ただでもあれだよね試着というか入れてもらえると一番、ね、はい、お店であれば犬心に限らずですけれどもお店であればご試着が可能になりますのでその際はお声かけいただければスタッフさんが。ただもしかしたらフェレットのお店さんとかだと L サイズのご用意がフェレットじゃ L あんまり大きさが大きすぎて入らないですって方も多いので何キロまで。あと公共施設はっていうコメント来てます。公共施設は基本は大丈夫なところが多いんですけど電車は乗れるね。乗れるんですがものすごくちょっとお堅いところというか路線によると思うんですけどお堅いところになっちゃうとハードキャリーじゃないと受け付けませんっていう路線もあります。確認してもらった方がいいですね。そう、それはもう地元の線を確認してもらった方が良いと思います。基本は多分大丈夫です。割と多いのは新幹線とかでこれで移動されてたりとかする人も結構います。
カートを持って行ってるんですけど、カートだと大きすぎちゃって座席とかになかなか持っていけなくなって、持っていけないっていうか足元邪魔になっちゃうっていう方が多いので、いいよ入って、サンバ君お座りしてごらん、頑張れ、はい、うん、はい、はい、よ、分かるかな、結構乗れるんだよね、手荷物料金で行けるよって教えてる、はい、手荷物料金で入れると思います、おおよそは大丈夫だと思うんですけど、あるかな、結構埋もれてんですよね、今度は頭が下手したらやだって言ってますけど、もう入っちゃうぐらい、今てってを出してるんであれですけど、下に戻して、下に戻して、普通にお座りしてもらう入り慣れてないからね、ちょっと今よく分かってない感じはありますけれども、 L だとつけてる感覚もあります、だいぶ横幅が大きくなっててちょっとこう出てる感じ、ただシュナちゃんとかのサイズになったらもう間違いなく L です、サイズ感的にはシュナウザーさんとか、あとそうだな、大きさで言うならジャック・ラッセルさんとかもそうかな、大きさ的にそのぐらいまでの大きさになっちゃうとちょっとこのサイズかなって思いますね、とミニチュア系の大きさのプードルちゃんとかもこのサイズになっちゃいます、あと、うん、2頭を入れたい方、3キロぐらいの子なんだけど2頭入れたいとか、まあ、2キロ台とかだともう L の方が、まあ、中の空間としてはだいぶ楽になるかなと思いますね、わかりますかね、ペカ入る、ペカ入る、 L、 L です、ちょっと体がうちの子大きいですってぶっちゃけて言うと、耐荷重だけの話をしちゃうとこの箱の中に蓋をした状態で入れますってなっちゃうと、まあ7キロくらい、6キロ7キロくらいまでが多分せいぜいって感じになっちゃうと思うんですけど、こうやって顔を出して使うとか、とっさになんかちょっと入れるために使いますっていうんであれば、入るんだったら別に10キロとかでもこの何ていうの、金具の耐荷重は全然いけちゃいます、だ使い方次第、寝ちゃったともくん、もう一回あるんだけどな、もう爆睡してます。L サイズはそんな感じですね。はい。はい、L サイズはこんな感じ。ごめんなさいね、あのともくんが寝ちゃったんで、寝ちゃったよ。ほら。見て。あ？ってなってる。うん。じゃあもう一つ、もう一つ、ね、いきますか。はい、じゃあ最後いい。ごめんね。ごめんね。はい。ごめん。もうちょっとしたらおねんねしようね。はい。ウィー。ご飯会。レモンお腹空いてお寝物が、はい、でこれが今の L で、はい、でもう1個が2パターンあるって言ってた、もう1つがリップはこの新バージョンの3ポケットという商品があって、はい、え見えてる、うん、ここ分かりますかね、ここを今度ボタンで3つポケットがついてる、で大きく違う特徴はこの肩です、クッションが入ってるんですよ、ここにモフ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 と、で形状がこんな感じ、あのお子さんの抱っこベルトと多分変わらない形状かな、で重さは多分ね、あんまり変わりはないんです、どのサイズ、あのもちろん S とかの方が軽いんですけど、相当このキャリーバッグはみんな軽いです、で洗えるのも同じ500ぐらいなんだね、重さは、はい、500グラムぐらいです、うんうん、なんとなくじゃなくてね、数字で言った方がいい ね、 うね、こうね、であの洗えるって言ったのはこのまま丸洗いではなくて、あの全然見えないからあの、うん、ちょっと後でですけど、中にここにそこにファスナーがついていて、そこからあの中に入ってるこう板とかを出してもらうと、このバッグ自体は丸洗いが可能になるっていうところですね。
あの板入れたまま洗っちゃうと板がちょっとあのダメになっちゃったら、もう底が安定しなくなっちゃうので板は必ず外して洗ってくださいね。はい、取り出しちゃえば手洗い、手洗い、はい、ザブザブ、うん、ザブザブって洗っていただける。で今ねこれ お乳というかあれなんでこうカチカチって感じになってますけど、使っていくと相当クタクタバッグになります。だからあの硬そうに見えるのは正直今だけです。もっとこう体にフィットするし柔らかさも出てくるしっていうところですね。でこのとりあえずこのバッグに関してはくぐるのではなくてこういうタイプになります。なんていうの、ランドセル前に背負うみたいな感覚って言ったら分かるのかな、皆さんからは分かっていただける。クロスではない感じですね。そうで、ここにこのかっちゃんがいて、でこれで固定してる感じ、分かります？に、うん、でこことかは一緒です。作りは一緒で、大きさが実はこれはスリーポケットはワンサイズになります。で大きさの内容としてはそうだね、 M と L の間みたいな大きさです。さっきご紹介した抱っこキャリーのあの間のサイズっていう感覚かな、 M と L の、まあ、M よりに近いかな、 L よりもちょっとだから結構しっかり大きいというか高さがちょっと浅いかなって感じかな、 L よりはちょっと浅い感じ、でもそこの大きさはあんまり変わらないんじゃないかなっていうところですね。はい、ねむ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 、どんぼくんがもう僕いい加減にしろよって顔してるけど、まあ、頑張るよ、もう一回だけ頑張って、もうこれで寝ていいから、もう爆睡していいからね。これちょっと緩いからあれですけど、どんぼくんはもう眠いそうなので、はい、座らせてください。肩にかかる負担は新旧同じですか？本当ですね、体重が重い子ほど背中がクロスしているものの方が多分背中で支える感覚はすごくあるんですけど、この食い込んじゃうのがお嫌いな方というか苦手な方だったらもう全然こっちの方が肩のクッションは柔らかくなるんです。あとその着脱ですかね、着脱こう頭をどうしても通さなくっちゃいけなくなるのがあの旧バージョンになってしまう、あの背中がクロスのバージョンになっちゃうので、とっさにパッてつけますっていう時だと多分新しいタイプのこの手のタイプの方がとっさにはつけられるので、ちょっとその形状の違いって感じですね。正直こうつけていての楽さは、まあ、どっちも全然変わらないかなっていう部分はあるんでですけれども、ちなみに昨日私一日中抱っこキャリーをつけていたんですよ。うちの子6キロぐらいあって、さらに 3.5キロの子をセットで入れる状態にしてこれと同じバッグにしてるんですけど、さすがに5時間も6時間もこれをずっとそのバッグに入れてってやると若干肩は凝りますよっていうお話にはなります。2頭入ってた、2頭入ってギューギューって感じでこうパコンパコンって感じの、それはあります。ただその背負えるか背負えないかというか、そうなっちゃうとあの全然楽です。普通にこう抱っこして何かをするっていうことに比べればもう全然です。やっぱり全然違う。ピンちゃんの病院に通うのに助かってた。あ、そうですよね、便利だよね。うん、うん、あの待合室でこうこのままゴンちゃんごめんね、こうこう座ってね、このまま待ってられるんですよ。こういう感じ でよし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 、あ言われた、行きますみたいなのが結構簡単にできるのが抱っこキャリーのまず良さで、その間結局飼い主さんがずっと抱っこしてる感覚でここにいられるので、ワンちゃんの本当に安心感がまるで違う。で猫ちゃんであっても割とこの中で寝てるケースが多いです。で底板がしっかりあるので、そのおかげもあると思うんですけど、安定感が結構あるんで、うちの子は特にそうなんですけど、やっぱりキャリーが気に入ってる子って
いざ降ろそうとすると中ですっごい踏ん張って絶対降りないからみたいな、そういうポージングも取ってくるぐらい、あのフィット感がある子ってこのまま寝れちゃう。うち底上げしてます、うん、あもちもちそうですね。でこのサイズでちょっと合わないよってなっちゃう方、うん、で S だとおちっちゃい、あちっちゃいけど M だと大きすぎるっていう方は、まあそのワンちゃんのもちろんサイズ感もあるとは思うんですけど、大きいサイズで床にあの 布を敷き詰めたりベッドごと入れちゃったりとかして底上げしていただくとキャリーバッグとしては使いやすくなるかなと思いますよ。これです。あ、枕だけどね。そう。こういうのもあります。こんな感じの。こういうあのワンちゃん用の枕とかクッションみたいなものって、これは実際はあの枕でも使えるよってこう顎置き枕みたいなのなんですけど、これをそこに敷いちゃったりするだけでも違います。分かるかな。一段上げる感じで。そう。あとあの。リップのブランドからこれの中に入れるバックインバッグみたいな、あのちょっともこもこした生地 の、 あの寒い時用のそういうのもあったりします。ちょっと毛布だとずれちゃってぐちゃぐちゃになっちゃってっていうのを気にされる方だったら、それのでもをボンってバッグとして入れて、その中にワンちゃん入れるとあったかいし、中がちょっと底上げされた感じになったりはするのでだいぶ楽ですよっていうのはありますね。足がふたふたのミントでもミンちゃんでも入れるって、うん入れます、大丈夫です。多分今お使いのキャリーバッグとかに近しいぐらい実はそこはしっかりしてますよ。だからこうあの床に置きたいですとかってなると、当然あの普通のねふっくらとかみたいなこう肩にかけるようなタイプのキャリーバッグの方が便利と思う方もいらっしゃると思うんですけれども、キャリーバッグ持って何か荷物持とうっていたときは抱っこキャリーの方がダントツ楽だと思います。だって両手空いてるもんっていう感覚ですよね、ワンちゃんの。いや増えちゃダメです、画面に増えちゃダメ、ね、皆さんこんばんはっていうだけだ、ね、ポッケがいっぱいついてるから、うん、スマホ入れたり鍵入れたりとか、ね、そうでこれはあのなんせボタンがついてるので、ボタンがついてるおかげでなんとあの荷物も持ちませんみたいな、うんうん、で結構自分の荷物持たなくて済む感覚はありますね。ラクチン、はい。あとあのリップとかでも出してますけど、保冷のこういう、うん、あのものもあるんですが、あのとっさの時はこのポケットのとこに凍った何かを入れたりとか保冷を入れたりとか、いろんな形は取ることができて、ちょっとこれ、まあ、リップさんのではないんですけど、また別のメーカーさんですけど、こういう今あのキャリーバッグとかに入れる用のものとか、あとおねんねするとき用のものとか、そういうのもあったりするので、普通の保冷剤、うん、こういう保冷剤とか、まあこれね生身で入れるのはあれでしょうけど、布に包んでここにこのままこう入れといてあげると、中がすごく冷たくなっちゃうのは防げるけど、こっからの冷気はこっち側から来るよとかもできるので、まあ、そういう使い方もできます。でこれが熱中症対策にもつながったりするんですよ。で災害時ほど自分の荷物も持たなきゃいけないから大変でってなると、例えば玄関にこの抱っこキャリーを、まあ、どっかに吊るしておいて、その中に防災袋を一緒に入れておけば、防災バッグバッて出してワンちゃんドンって入れて、そのバッグごとグワーっていうのは可能になるので、で手が2本空いてるから自分の荷物も一応持てるぞっていうのもある。便利ですよ。ただそのためには練習をしてほしいんです、いかんせい。なので早めにね、皆さんね、あの災害は正直いつ来るかわからないから、練習をしていただくのが最も良い。できちんとキャリーバッグのこの長さのセットアップが難しいようだったら、スタッフがお手伝いできるので、その場にお声かけいただいて、で今これごめんなさい、あのすごく大きくつけてるけど、こういうこと、このぐらいのラインまで上げるとこういうことね、こうぶつかりにくいでしょっていうのがあるので、きちんとしたセットアップをしていただくと、あのすごく楽につけられる。多分ねこうちょっと正直こうだらしなく下げて使ってる方は多分使いづらいはず、逆になんかこう動きにくいなみたいな感覚になっちゃうので、
ダックキャリーほどきちんとこうセットをしてつけていただくとね、どんぼこっちの方が安心できんね。ね、うん、また眠い、またこういう感じ、ぜひ使っていただきたく思います。はい、大丈夫かしら、お分かりいただけたかしら、何かご質問ありますか、このキャリーに。抱っこキャリーについて、あ、ひとまずね、抱っこキャリーでいいかな、うん、何か質問があれば、トンボかわいいとかない、大丈夫、うん、大丈夫、知ってる、ちっくん寝ちゃうから気に入ってるみたいです、ね、うんうん、ね、使っていただいてる方、うん、そうそうそう、インスタライブやっていただいてですけどね、あの今生きていただいてる方はね、一度も二度も三度も皆さん経験値がある方ばっかりだと思うんですけど、うん、そう ね、ちょっと体が大きいとね、このバッグだとまあ確かにちっちゃいっていう印象はあると思うけど、うん、あんちゃん入らないもんね、うんうん、うん、一応ね、一番大きい子で12キロの子が入ったことがある、閉めてはいなかったけど、そのお散歩の途中にやっぱり抱っこがをせがむとかなんかになった時、両手がってなっちゃうようだったらちょっとやっぱ入れてこう、まあ、せめてこうちょっとこう歩く時に不便じゃないようにしてたりとかはされてた方はいらっしゃいました。飛び出し防止の、あ、ごめんなさい、ついてます、はい、ひなちゃんが、うん、ね、単純なことみたいな、こういうこれね、ビョーンってこれがついてるので、ハーネスだったり首輪だったりにカチャッとつけていただく、これね、ついてるよ、必ずね、僕つけてないけどね、うん、僕首輪ついてないからね、うん、僕眠いらしいです、うん、ななちゃん大丈夫だ、ああ大丈夫、全然なんか割とに慣れちゃえば、あのガクってなってますけど、あのこの子も決して慣れてるわけでは本当正直ないです。今日この今よくわかんない4回練習と、ちょっと前に1回使ったことがあった時はやっぱり全然ダメだったのが、座ってくれなかった、前回の時は何回かこうやっぱ繰り返し行ってあげると寝れるぐらいまでには割と落ち着いてくれて、一回これが大丈夫ってなるとこのまま寝落ちしてくると思うので、その日も1本だったよね確かね、あ、これ、あ、1本しかついてないっす、2個はつかない、あのフックがつけられるところのフックはあるので2本金具を入れて、あの別のキャリーバッグのやつをつけてしまうのはありだと思います。増設は可能、うん、可能ですね、まあ3本は無理だけど、うん、2本ぐらいだったらナス管入ると思う、うん、あとはここが難しいようだったら実はこういうところにもフックがついてるんで、締めるか締められないか分かんない、なんだろう、ここになんね、ついてるの、あ、ペットボトル多分かけるやつなんだけど、うん、ここに直接つないじゃうっていう方法もあったりする、うんうん、お値段教えてください、はい、お値段が、はい、はい、サイズによってね変わっちゃうんですよね、はい、はい、見えますか、あ、見える見える、見えます、老眼大丈夫よ、はい、さっきの旧バージョンって言ったら変なんだけど、背中がクロスタイプのもの S サイズで、税込み14,475円、はい、M サイズ12,925円、 L サイズ13,618円、これね、はい、じゃじゃじゃーん、こんな感じ、見える、見えてんのこれ、大丈夫、うん、大丈夫、ちょっとぼやけ、もうちょっとこっち、こっち、はい、もうちょっと近く行けますか、そんな感じです、なんとなく見えてます、はいはいはい、で、さっきのポケットが3つ、私が今つけてるやつ、これが15,950円、これ見えてる？こっち、あ、こっち、はい、そうね、その辺、はい、これちなみにうちのすずちゃん、あ、どうでもいいですけどモデルさん、あ、そう、モデルさん、これうちのすずちゃんだよ、はい、大丈夫かと思います、はいはい、どうでもいい、はいはいはい、はい、以上どうでもよくないよ、あ、どうでもよくない、そんなことない、そうそう、そんな感じで、はい、以上、どうでしょう、お分かりいただけてますかね、私の子、止まっちゃった、お分かりいただけました、あ、大丈夫、まあ防災にも使えるし、うん、お出かけにも使えるし、そういうことで割と万能ですよっていうバッグ、ね、カートが普段の
の使い方の一つですっていう方は、いやカートでいいんですよ別に。だけどいざって時にカートでも入れないような空間に行きますとか、あのそういうちょっと座席があるようなところに行きますって言った時は、多分慣れておくとすごく便利ですよっていう、セカンドバッグみたいな感覚でセカンドキャリーみたいに使っていただくのもありかなと。使い分けると結構いい。そうですね、だからあのカートが OK なところみたいにね、しっかりしてるところだったらもちろんカートの方はね、人荷物も詰めるでしょうしっていうのももちろんあるでしょうし、あとはこうバッグを下ろして何かしましょうっていうようなところに行くんだったら肩掛けのバッグだったりとか、そういうのでも全然問題ないと思いますが、結構多いのがあのなんだろう、いちご狩りじゃないけど、なんかこうそういうちょっとこう果物を、ね、こう一緒にこう取ったりとかするようなイベントとか、あと神社の境内でお参りしますみたいな時ってもちろんペットダメっていうところも多いと思うんですけど、この感じだったらいいよって言ってくれるところも結構あって、それだとこう一緒に楽しめちゃったりするから、そういう時にあのカートとかなんかこう乗り入れられないじゃないですか。そうするとこういうので、あちょっとすいません失礼しますってやると、ワンちゃんも安心してるから泣かなかったりとかしてくれたりできるので、まあ、一緒に何かそういうイベントごと楽しみますっていう時は、そのためには練習しておかないとできませんよっていうお話だったので、ぜひ。そうですね、マーキングしたりとかね、そういうこともないもんね。ないですね、これだったらね。だから結構神社の境内で一緒にパンパンってお参りしてて、あのここに入ってる分には OK だよって言ってくれるあのところもたくさん出てきてますので、ちょっとねトレーニングがてらもやっていただけると良いと思います。でこれあとすごいのはね、上にコート着ちゃうと、私結構やるけどコート着てとっさにあのワンちゃんがこうなんか気になってモショモショって言った時はコードでバサッてこうかけちゃうと空間として真っ暗になるので、ワンちゃんも安心、こっちも安心みたいなのは作れたりしますよ。そういう使い方もできます。皆様ぜひご参考に。はい、キャリーバッグとしてはちょっとあのたまに欠品は出ちゃってますけれども、あのお店にございますのでご試着も含めて、はい、していただければと思います、はい、サイズ合わせは可能ですので見ていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さてさあ、そろそろいいお時間でございます。もうほらこんな時間になっちゃったよ、怒られちゃう。なんかございますか。電車なくなっちゃうから、電車なくなっちゃうからっていうか、ご質問今日はないかな、大丈夫かな、 急に行っちゃったから ね、なかったなかった、はい、じゃあこんな感じかな。はい、じゃあ皆さんちょっとそんなイベントごとがいっぱいある状態になってますので、あのイベントの詳細わからなくなっちゃったらぜひお問い合わせをいただきたいのと、トンボくんはお店に今いますのでぜひ遊びに来ていただけたらいいなと思います、はいはい、一緒に遊んでいただければ、はい、すごく助かります、はい、じゃあ大丈夫かな、はい、何かご質問はありませんか。アーカイブ残す、あそうそうごめんなさいね、前回ねちょっといろ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 失敗しててアーカイブ残してますので、今はであの LINE の登録は引き続きしといてください。あの急にアーカイブが消えてなくなる時が瞬間として来ますので、はい、わかります。なのであの LINE の登録してる方は見れるようにはしていくつもりなんです。ちょっといろいろ手はずが整ってない状態なだけなのでまだ準備がちょっとできてないのですが、はい、ですがおいおい変わっちゃいますので、アーカイブが見れるのはだいたい1週間程度かなと思っていただけると助かります。はい、あと LINE 登録してもらっておけば、はい、後ろのフォトの写真を、はいはい、ここにあの LINE で送っていただいているものを掲載させていただいてますので、皆さんあのインスタに上げました、お店に飾っていいものは LINE で写真を送っておいてください。はい、いただければ、はい、お店に飾ります。詳細分かんなかったらお店にぜひお越しくださいませ。お寄せいただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ではこんなお時間になってしまったの で、か次回はね多分ねゴールデンウィーク明けになっちゃうかな、うん、ゴールデンウィーク明けか、ゴールデンウィーク明けって確かなんか明けって結構明けです、あの明けてすぐの7じゃなくてその翌週になっちゃうと思いますので、次のインスタライブちょっとお日にち空きます。で何かテーマ気になるものがありましたらぜひお声かけをください。なんか、ね、お手入れ系のことを教えてほしいなんていうご意見も今日頂戴しましたので、
その辺もちょっとお伝えできればいいかなと思ってます。はいはい、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、はい。では皆様、あのいつもこんな遅いお時間までお付き合いいただいてペラペラっと喋っちゃいましたけれども、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、またお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。おやすみなさい、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。